動画をご覧になっていただきありがとうございます。船橋野菜の米澤です。いつもご注文いただきましてありがとうございます。今日はですね、新しい野菜としまして、夏といえば、トウモロコシなんですけれども、そのトウモロコシを作るときに、一緒にできる、ヤングコーン、ベビーコーンとか言われますね、の、ご紹介をさせていただきます。先ほど販売開始をさせていただきました。朝日町の、高橋農園様のヤンコーンです。で、ヤンコーンっていうのは、トウモロコシって一つの茎に、2つとか3つとかできるんですけど、その実ができた時に、そのメインとなるトウモロコシとして取る、実をですね、大きくするために、それ以外のところはバキッと取ってしまうんですけども、それがヤングコーン、ベビーコーンとして、この時期に売られていたりとかしますと。で、ですね、高橋農園さんのヤングコーンがだいたい1,2,3,4,5,6,7、7本前後入ってますね。結構大ぶりで7本前後入っています。で、これで260円ですね。260円で、先ほどから販売開始しております。はい、で、早速なんですけど、食べ方としては、生でお召し上がりいただくこともできますし、下茹でしていただいて、サラダとして食べていただいたもして、塩を入れて、お湯で 3,4 分ぐらい茹でていただくっていうのでも美味しくいただけますし、あるいはそれからさらにこう焼いていただいたりとか、そういうことでも美味しくいただけますと。で、早速ちょっと一ついただいてみたいと思うんですけれども、皮をですね、外の皮をこのように剥いていきまして、で、ある程度ですね、剥いていただいたところで、皮がだんだん薄くなってきますんで、この爪とかでですね、切れ目を入れていただいて、こうバキッとこう開いていただくという感じでも綺麗に取ることができます。綺麗ですね。これを生でいただくこともできます。で、このヒゲですね、ヒゲちゃん新鮮なんで茶色とかなく、もう全く綺麗なんですけど、これもですね、いただくことができます。例えばこれをちょっと、ちぎってです、いただきます。ふわっと甘みがあって美味しいです。これは茹でていただいたり、天ぷらにするっていうお客様もいらっしゃいますね。はい、ちょっと生で今日は茹でたのもですねありまして、ちょっと食べ比べをしたいなと思います。で、生の方からいただきます。ちょっと甘みがあって、ただ風味がある感じですね。トウモロコシの風味がふわーっとくるような、このサラダとしては多分バッチリ抜群の醍醐味を味わっていただけると思います。それから、ちょっと塩を入れて、お湯で茹でた 3,4 分茹でた、ヤンコンになります。なんか甘みがさらに増して、こうふわっとトウモロコシの風味もより広がるような感じですね。これはおすすめです。ですね。はい、今日はヤンコーンを紹介させていただきました。先ほど読みましたけど、販売開始になってます。だいたい7本ぐらいですかね、7本ぐらい入って260円で販売開始してます。またご注文よろしくお願いします。いつも船橋野菜ご利用いただきましてありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございました。